1273年から1378年の神聖ローマ帝国における主要王家の所領ハプスブルク家ルクセンブルク家ビッテルスバッハ家ノイベルク条約は1379年9月25日にオーストリア公、アルブレヒト三世とその弟レオポルト三世の間で結ばれた条約。ハプスブルク家の所領がアルブレヒト系とレオポルト系で分割された。 ハプスブルク家のルドルフ4世は、父のアルブレヒト2世が1358年に死去した際、オーストリア公国のみならず1186年のゲオルゲンベルク協定により同訓連合となったシュタイアーマルク公国、1335年にハプスブルク家に与えられたケルンテン公国、クライン博領も継承した。さらにルドルフ四世の下でも、ハプスブルク家は勢力を伸ばして、 ヴィッテルスバッフ派家やルクセンブルク家と並ぶ、神聖ローマ帝国有数の大貴族になった。偽造した文書を皇帝カール四世に認めさせて、大公となり、1363年には、チロル女白マルガレーテを追い落として、チロルを手に入れ、翌1364年に、自らの持つクライーン博の称号を、クライン公に格上げした。 ルドルフ4世は1364年に家法を定め、弟のアルブレヒト3世とレオポルト3世によるハプスブルク領の共同統治を定めていたが、翌1365年にルドルフ4世が没すると二人の弟はすぐに仲互いを始めた。結局1379年、シュタイヤー・マルクのノイベルク修道院で分割統治を定める条約が結ばれた。 1477年のハプスブルク家領1386年に、レオポルト3世が死去すると、その領土はさらに分割され、長男ビルヘルムがインナーエスターライヒを獲得し、残りのチロルなどを、次男レオポルト4世がオーバーエスターライヒとして、受け取った。1406年に、ビルヘルムが死去した時に子がいなかったため、三帝のエルンストと、 マッテイ・フリードリヒ4世がインナーエースター・ライヒを継承した。アルブレヒト系からは1438年にアルブレヒト5世がローマ王アルブレヒト2世となったが在位1年で死去し、その息子、ラディスラウス・ポストムスの代理1457年に断絶した。一方レオポルト系のエルンストの息子フリードリヒ5世はアルブレヒト2世を継いで、 ローマ王、神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世となり、ラディスラウスの死によりその領土を併合した。最後に1490年、フリードリヒ4世の息子ジークムントが、フリードリヒ5世の息子マクシミリアン1世にチロルと、オーバーエスターライヒの領土をすべて譲渡し、ここに、ハプスブルク家は、再統一された。オーストリア、ファクツ、ピープル、アンドポインツオブインタレスト。 アーリーミドルエイジズ。エンサイクロペディアブリタニカ。https コロンスラッシュスラッシュ www.britanica.com スラッシュプレススラッシュオーストリアスラッシュ early だっしゅ midlee だっしゅ hes。レフェ八0 8 8 1 1 2 0 1 8年3月28日。閲覧。 アルブレヒト 3& ザナセントランドオブオーストリアダイベルトデアハプスバーガー http www. ハプスバーガー .net en チャプターアルブレヒト 3& ザナセントランドオーストリア2018年3月28日閲覧ありがとうございます